長の通りです。皆さん元気で勉学に励んでおられることと思います。本日は名古屋市立東部医療センターに参りました。と言いますのも、ご承知の通り愛知県や名古屋市は大都市の中でも新型ウイルス感染症の発症が極めて少ないこと、その一つとして医療センターの方々の日々のご努力をご紹介したいと思います。もう一つ本日強調しておきたいことは、クラスターをはじめ患者さんの一人一人に丁寧に接していただき、拡大を予防していただいている保健所の方々にも敬意を表したいと思います。なお東部医療センターのご活躍に関しては、本日から中日新聞において1週間にわたってシリーズとして報道していただきます。ぜひこの機会にご家族とともに東部医療センターの方々の活躍を見ていただき、そして引き続き皆さんは健康に留意していただくことをお願いいたします。名古屋市立東部医療センター救命救急センター長の安藤です。今から実際に当院で新型コロナウイルス感染症を疑うような患者さんを見るお部屋をご紹介いたします。こちらのお部屋が救急外来の個室のお部屋になっています。なるべく物を置かないように、簡潔に診療が済むように、かつやはり重症な体の病状が重い患者さんに対しては迅速な対応ができるような体制を整えています。さらにお部屋に入るところに感染症対策の物品をたくさん揃えて対応するようにしています。ありがとうございます。こちらが東部医療センターの救急外来になります。数多くの患者さん、救急患者さんを見るためにオープンスペース、そしてある程度一つ一つの患者さんのスペースを広く取ってある設計となっております。名古屋市立東部医療センター感染症科の長谷川です。新型コロナウイルスと診断された患者さんはここの病棟に入ってきます。ここには陰圧の部屋が10床あります。で、一般の病室よりもここの廊下が圧力が低くなっていて、奥の部屋はまたさらに圧力が低くなっています。それをすることによって外に空気が漏れないように、ウイルスが漏れないような仕組みになっています。それでは中をご案内しましょうか。ここどこに入っているので、ここがグリーンゾーンで、ここも、病室より若干圧力が高くなっていて、病室の空気が漏れないようになっています。で、実際の病室なんですけども、ここ開けていただくと、これ前室がここで、服を着て入った後、ここで脱いでから出てくるという部屋になっています。ここにも HPP が設置してあって、こう、それから最近は海外の方が入ってくることがあるので、このタブレットを使って翻訳を、ウェブで翻訳したりして、で、会話をするということもあります。じゃあもう少し中に行きましょう。さあ実際の病室で、ここが一番圧力が低い部屋になっていて、中には、トイレもシャワーも使えるような個室になっています。8階なのでちょっと見晴らしがいいドア売りですね。ここは、これは車椅子タイプのアイソレーターです。患者さんはこの中に入っていただいて、ここの中の空気がヘパフィルターを通って外に出るようになっているので、移送する人の感染を防ぐような構造になっています、ね、これを使って患者さんを引き渡してもらったら上の病棟に上がるというような順序で患者さんを病室までお連れします。今日は先生お忙しいところありがとうございました。患者さんにもご迷惑をおかけしました。一言ずつコメントいただきたいと思います。
急医療として何が問題かというと、やはりそのコロナウイルス感染症の方々の対応が大きくなりすぎて、普段普通にやれてた救急医療がうまく提供できないというのが問題になっています。そうですね。ですので、ぜひ皆様には少しでもコロナウイルス感染症にかからない、広げないような努力をしてもらえると我々としてもとてもありがたく思います。そうですね。これからはウィズコロナとして上手にお付き合いすることがまず大事になると思います。でその中でどうしても体調崩されたりする場合は、我々救急含めて病院としてそこはしっかりサポートさせてもらいますので、皆さんぜひこのウィズコロナを上手に付き合って頑張っていただければなというふうに思います。基本的な対策をしながら感染を広げないということが大事になるんじゃないかなというふうに思っています。で、第2波がその一般の残りから増えるのか、海外からまた運ばれるのか、そこが分からないんですけど、それを注意深く見守りながら病院としても対応していきたいと。ありがとうございます。今日は東部医療センターに参りました。決して社会に貢献するということは医療だけではなく、それぞれの持ち分でやれると思います。この厳しい環境を経験した皆さんは必ず社会に貢献するんだと、その気持ちが伝わったかと思います。引き続き健康に留意して頑張ってください。